こんにちは。今回は食塩水の混ぜ合わせの問題になります。解説の前にまずは問題の内容を確認しておきますね。 4% の食塩水 50g と 12% の食塩水 150g を混ぜました。そうすると 200g の食塩水ができますね。この食塩水から 50g を取り出し、この食塩水に 150g の水を加えた。この時何パーセントの食塩水ができますか？こういう問題になっています。では問題を解く人は今から問題を流しますので、その時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきます。4% の食塩水っていうのは、全体の重さの100分の4。これが食塩の重さ。これを表していますんで、こういう食塩水が 50g あるっていうことは、食塩の重さは、この100分の4。つまり 2g ですね。同じように 12% の食塩水っていうのは、全体の100分の10ですね。この重さが食塩の量なんで、これが 150g あるっていうことは、これの100分の12。これ計算すると 18g になります。じゃあこの2つの食塩水を混ぜ合わせてできる食塩水ですね。これどういう風に表すかって言いますと、まずは食塩水そのものですね。これを食塩水全体の重さ分の食塩の重さ。こういう風に分数の形で表します。正確には分数とはちょっと違います。分数っていうのはこう表した時に約分してもいいんですけれども、これは食塩水そのものを表していますから、勝手に約分してはいけない形ですね。長いや区別しやすいように、こういうふうにビーカーの形をとって、これは食塩水そのものですよ。普通の分数とは違いますよっていうふうに表す場合もあります。じゃあ今ここの混ぜ合わせる食塩水ですね。これを分数の形で書いています。50g で 4% なんで、食塩水全体は 50g です。中に溶けてる食塩の量は 2g ですね。この食塩水と 150g で 12%。中に溶けてる食塩の量は 18g になります。普通の分数だったらこれとこれ通分して出すんですけども、これはもう完全に食塩水同士の混ぜ合わせですね。50g の食塩水と 150g の食塩水を混ぜた。混ぜてできるのは 200g の食塩水ですね。ですからこれもイコールではなくて、矢印で書いて一般的な分数の足し算ではないですよってことを表しています。50g の食塩水と 150g の食塩水ですね。混ぜると 200g の食塩水ができます。中に溶けてる食塩の量は 2g、18g。混ぜると 20g ですね。200g の食塩水の中に 20g の食塩が溶けてますよ。こういう食塩水を表してますね。ここから 50g の食塩を取り出した。これは全体 200g の4分の1ですね。だから食塩も4分の1だけ取り出されることになります。この食塩水に 150g の水を加えた。150g の水。重さは 150g なんですけども、水なんで中に溶けてる食塩。これないですよね。0g です。じゃあこれとこれ混ぜ合わせると、できるのは 200g で、中に溶けている食塩の量は合わせて 5g。200分の5が食塩の食塩水ができました。答えは、加えると何パーセントの食塩水ができますか？これ聞いてますから、これを100分率で表してあげたらいいですね。200分の5かける100でパーセントで表すことができます。これ計算してもらって、2.5%。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。